おはようございます。2021ベストオブミス茨城の、ファイナリストが集まってレッスンが始まりました。もう2回終わりました。で、私の方は、ボディメイクとかダイエットとか、体調面を教えている形になりますが、本当に、まあ、何もわからないっていうか、全く何もしてきてこなかった子たちが今必死になってレッスンを受けて、なおかつ自宅に帰って自主練習をして、ダイエットもして、やることがたくさんあって、本当に、まあ、大変な日々を送っているとは思います。まあ、でも自分でチャレンジするということで、この階段をベストオブミスという階段を見つけて、登り始めました。皆様応援していただければありがたく思います。私も彼女たちの頑張りを見て、まあ、自分も、今後の課題をしっかりクリアして、フィジークという競技で頑張っていければと思います。本当に彼女たちの頑張りが活力になります。少しでも皆様にもそういった気持ちを届けられるように、彼女たちと一緒に頑張っていきたいと思います。今日は肩トレをやっていきます。